始まってってね、うん、吉本がね、そう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 、そっからこう協賛のところが増えて、うん、すごいですよね。ねえ、うん、まあ沖縄県にね、うん、あの経済効果もそうですけど、うんうんうん、やっぱり協賛会社、ね、うん、としてももうアジアのアジア国内そうだけど、うんうん、世界のねもう何十カ国にも配信されてるから、うん、その広告効果っていうのは、うん、もうその何十倍ぐらいだろうって言ってたね。うん、うん、そのぐらい育ってきてるっていうかね、うんうんうん、定着して、うん、最初の頃だってそんなにね海外の映画の、うん、なんちゅうの、出演っていうか、はい、あれも少なかったんだけど、うん、そうですよね、なんか初めの時は ね、うんうん、どんどんこう増えてきてね、うん、出展作品っていうのかな、それがもうアジアにどんどん広がってきて、うん、拡大していってるのが毎回ね本当に目に見えるっていうか、うん、でまた、本当に茶壇とか宜野湾だけでやってたのが、うん、もう島全部でね大きな祭ってことで、うんね、うん、もうねすごいよね、各ね市町村のこう応援団のさ、はい、この旗みんな旗持って、はい、PR してたけど、うん、なんかこんなにいらっしゃるんだなって、ね、いや実はもっとたくさんいるんだけど、うんうん、会場がやっぱりねあの会場だから入りきれないから、そっか本当に団長とかね、うん、代表だけ来てたけど、うん、もうすごい全県に広がってるからね、離島まで、うん、ね、そうそう、宮古、あ、宮古も来てましたね、うん、すごい盛り上がりですね、うん、応援団がないその市町村を探すのが難しいぐらいまでも来てて、うん、県内にも各応援団がねできてるから、うんうんうん、すごいよね、もう人の力ってもうね、朝と重信さんがね頑張って、ね、応援団どんどん作っていって広がってきて盛り上がってきてるけどね、うんうん、また来年のね第9回目が本当楽しみだなっていう、うん、はい、毎回ね、あっと驚く取材をね、出してくるんだよね、吉本さんって。うん、だから来年はね、どういうものがね、また展開されるかなって、楽しみですね、楽しみだね、はい、やっぱりお笑いって大事だよね、はい、お笑い大事ですよ、大事だよね、笑い大事ですよね、本当にめっちゃ大事と思います。もう健康になるしね、がん予防です、がん予防。そう、なんか笑ってる時っていろんなこと忘れられるじゃないですか。そうですよ ね、笑ってる時ってお腹空いてることすら忘れません。本当にだよね、うん、ダイエットになりました。あ、そう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 、まあね、巷では、うん、なんかいろいろね、うん、ポケモン GO とかって、ね、あ、最近あれどうなんですかね。だって先週の放送の段階で、ね、なかったもんね。まあアメリカではそうですね、うん、アメリカではもうめっちゃ流行ってて、そういうニュースはあったっけ、うん、先週でも、はい、とうとうね来ちゃいましたね、日本にも来て、ね、なんかはっきり言って俺全然興味ないんだけど、全然興味ないですね。なんかこの辺なんか携帯持ちながら歩いてる人見たらあれポケモン GO だなって普通に思いますから、ね、待ってよ、ごめん、素朴な質問していい？ポケモン GO って出ました、そもそも何何出ました、今日検索してください。わかりました、あれなんかスマホは変えないらしいです。じゃあ言葉は知ってる、ニュースになってるのも知ってる、あ、知ってるでしょ、あ、びっくりした。だけど何をしてるの、あれあれはなんかゲームなんですよね、この道に歩きながらなんだろう、モンスターを見つけるんですよ。あ、じゃあここにもいるってこと？そうそうそう、もしかしたらいきなり入ってくるかもしれないです。ここにモンスターいたんで来ちゃいましたみたいな人が来るかもしれない。でもね、あれは多分法規制来るね、日本の場合は。うーん、ね、いろんな事故とかさ、事件とか起きたら、危ないですよね、本当に。うん、まあ、だって歩きスマホもやめましょうって言ってるのにさ、あれは究極の歩きスマホでさ、ね、やれよって言ってるようなもんですからね。もうすでにひったくりとかね、いろんな被害が起きてるわけよ、車にひかれたとか、うんうん、子供が道に飛び出しちゃったとか ね、この捕まえるために。そうなの、はい、だからいろんなも被害がもうたったね数日の間でもうかなり出てるからさ、ね、これはどうなんですかね、これね、ちょっと規制かかりそうな雰囲気だね。
まあ、まあね、なかなかやってる時間もないから僕らそう、ね、興味がない自分もそういうのあえてやらないですそういうのまあ興味がない三平が今日お送りするということで、はい、もうポケモンの話は多分これで終わりだと思う、はい、じゃんじゃんってまあ今日はねせっかくゆみさんが来てくれてるんで、ね、やっぱりこう、はい、ビューティーに関する話題もね、うん、はい、ね、入れながら、はいね、お送りしたいなと思ってますんで、はい、はい、よろしくお願いします、ね、まあ CM ね一旦いってます、はい、まあ、この番組は、オーシャンビューネルカフェの、ココでビアガーデン B サイドの提供でお送りいたします。内容がよく分かってなかったそうそう、いろいろ告知事もねいくつかあるんだけど、告知イブさんの方は何か告知、うん、今のところはない、なーい。プロスクールを6月から始めて、おでプロスクールって何ですか。メイクのプロスクールを開講っていうかするんですか。そうそうそう、へ6月にしたわけで、10月に1期生、今0期生で、10月にも1期生募集して、で2月に2期生募集して13人の生徒を育てて私は終了。へー、これ沖縄でやってるんですよね、うん、へーすごい。でも協会ビジネスみたいな感じでディプロも発行して授業だけ受けさせて、うん、はい仕事したらいいさが嫌なんですよ、うんうんうん、だから責任持って、まあ、最後まで私は13人を育てたら、この13人が仕事に就けるように今度私が仕事を取ってくるみたいな。なぜ13人なんですか本当は12人、はい、なんとなく12人がいいなと思ってたけど、今はもう5人いるわけ、はい、ゼロ期生が、うん、で1期生2期生で4人4人で、あそういうことか、アイモデルとか、うん、で企業にねメイクの大切さを浸透させてきたくて、うんうん、企業メイクとか、うん、そういうのも話した方がいいですね。マナーとしての、うん、聞きたい。そうだよね、うん、接客業とかね、うん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 、絶対、まあ、男性も含めてね、うん、身だしなみ、うん、自分内地にいる時に言われましたもん、お前化粧ぐらいしろ、礼儀だよ、うん、仕事だよ、あすいませんすいませんでしたって言われたことがありますね一度。まあ事務職でもね、うん、ある程度必要だよね、うん、やっぱりメンズのやる気をね、そう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 、注ぐからさ、絶対変わるって、変わるよね、雰囲気が変われば本当にね、職場も明るくなるし、小綺麗に別にバッチリメイクしなさいって言ってるわけじゃなくて、小綺麗に自分に意識を向けてる人がいて、うん、確かに背筋も変わる、そうそうそう、うん、確かにるいるとさ、まあ、会社に帰ってくるのも楽しみになるでしょ、うん、なんかメンズそうなんだ、ね、そうなんだ、ね、気分変わりますよね、変わる変わると思うんだよね。そしたらそんな人がさ、いってらっしゃい、今日も頑張ってきてって言ったら、よし頑張ってくれみたいな、頑張りますねって言って営業とか行ってさ、頑張ります、ね、そうそのテンションでいけばさ、違う、っていうのでマナー研修の一環としてぜひメイクを入れてほしいっていうのがあって、いいです ね、 ね、企業さんにこう私が行きたいなって思ってて、うん、そういうのも話した方がいいですね。うわ本当に、いい感じに、本当寝ちゃいけるよ ね、この時間でも、この時間やね、はい、前自分ワンピースだった時が後で来てますもん、焼けてた焼けました、この時間で、この時間でそう焼ける、もう分かるもんだって、こうやって見てて、うん、あの1時間で焼けましたねあんな高いんだよね、まだね、まだ高い ね、うん、ね、はい、このために上げてきてくれるんだね、機材をは
はい、はい、ね、はい、このビアガーデン B サイドからの、うん、あれはまあ、ゆみさん初めてなんだけど、初めてもう来た瞬間興奮してたけど、ね、もう見てて飛びすぎたいとかって言ったけど、ここすいません、ここにコンテナ持ってきて住んでいいですかみたいな、ほんといいですよね、住みたい、あのプレハブでいいです、あれトイレ、あれトイレ、トイレ、あれトイレそのぐらいね、長めいいしね、住みたい、本当に最高ですね、遮るものがなくて、この低いじゃない、建物がね、こっちは、だからずっと見晴らしがいいから、すごいね、本当にすごい、西日はね、強いですけどね、今はね、もうあと、3、40分、まあ、番組が終わる頃にはね、だいぶもうまた沈んでるし、ね、この東シナ海のね、夕日っていうのが綺麗だよね、やっぱりね、沖縄はね、夜景も綺麗ですよ ね、 いいすね、夜景も綺麗だし、チャタンも見えるし、先週のチャタンシーポートカーニバル、花火とか花火すごかったんじゃないですか、オーナー、あーすごかった、もうバッチリもう大騒ぎ、満席状態だったね、だよね、やっぱり100人超えてた、へー、そうそう、こう100人以上入るから、あ、そうなんだ、そうなんだ、へー、すごい、チャタンシーポートカーニバルなんかもう、もろにいいじゃん、この場所ですよね、最高のロケーションだよ、やばいな、ここライブとかもできるんですか、ライブもね、たまにやったりやるんですよ、そうそうそう、いいね、いいよね、やっぱり住みたいです住んでいいですか、ここにコンテナ持ってきて最高ですよ、本当に、ね、これチャタンシーポートカーニバルの花火が見えても料金変わらないんでしょ、変わらないんだよ、花火料金、ね、いやだってもう、ね、そんなのあるの、特等席じゃんこっち、ね、最高の場所だよ、まあまあ、水上花火から全部こう綺麗に見えるからさ、そっか、残念、もうちょっと早く分かってれば、ね、絶対綺麗ですよ、だってみーちゃんここね、レディースセットがあって、レディースのね、これ4人集まったら2580円で、へ、3時間半飲み放題で、3時間半で料理も8品出る、へ、最高、まあ、男性でも4人以上集まれば2980円で、あんま変わらん、え、なんでリキさん自分に男性料金しか教えてくれなかったんですか、え、自分女性料金今知りましたよ、あのね、あ、いや女性だけ4人いたらね、あ、だから混ざってたらあのレディースにならない、あ、そっかそっか、そう、あ、そういうこと、うん、なるほど、そうなんだよ、だからまあでもね、2580円と2980円、安いよね、もうほとんどこのセットだから、僕もモアイでもう夏場もここ、ね、結構利用してますよね、利用してるね、かなり頻度高いねあれリキさんの家です、あれ、あのプレハブじゃあ一緒に住むよ、ここに住んでるのと言われるくらいね、もうあれなんだよね、私も一緒に住まわせてください、いいですね、まあ、ね、B サイド の、 あの告知のね、はい、ついでに、はい、ここのあの姉妹店が普天間にあってね、あのバーモンタナで、もうね、かなり老舗で古いんだけど、もう二十何年なんですかね、26年なる、もう本当にあのなんか重厚なね、バー、昔懐かしいバー、カウンターがあってね、バーってボトルがたくさん並んでて、おしゃれなバーなんだけど、でそこであの毎週っていうかね、月1、第5金曜日だったかな、で、第4、第3金曜日、今週の金曜日、7月29日金曜日に、純と助の、お笑いライブがあって、純選手ってるじゃん、純選手と、これは新と助、の、 あのお笑いライブがあって、7月29日金曜日19時半受付で20時開店ね、で、チケットが1000円、で、そこで飲むドリンクはまた別料金なんだけど、まあ、ライブ終わったらまた純選手も一緒に、なって飲んだりとかカラオケ歌ったりとかするみたいだから、ね、ぜひいいですね、はい、今週金曜日ですね、興味ある方は098-892-0876まで問い合わせねしてください、予約した方がいいですよね、これはね、結構これ人気あるみたいよ、巷で人からファンがいて、いいじゃんね、お笑い、ライブ見ながら、一緒に飲むこともできて、そう、
聞いてる方はね、飲みに行くならこっち利用してね、うん、いいと思います。早めにご予約を。お笑いね、はい、うん、まあ、B サイズでもあの問い合わせ OK だと思いますんで。あ、電話来てるけどごめんなさい、ね、ちょっと待ってください、今放送中なんで。放送中ね。びっくりしたね、来たいな。いや、電話鳴ってるけどって普通に何がブルブルしてるかなと思ったんだけどね、ということで、あとね、まあ、いろいろね、今スポンサーさんが、はい、増えてきてて嬉しいことに。素晴らしい、はい、でもう来月、もう来週からもう8月になりますけど ね、うん、はい、ね、来月からのジミーさんも。おー、はい、マジですか。はい、もうジミーさんもね、ぜひということで、お中元キャンペーンをもう7月16日からもうスタートしてて、うん、8月の17日までってことなんで、うんうんうん、並んでました、並んでました、うん、ね、お中元の、うん、で対象商品を1万800円以上お買いごとに500円の、うん、ジミーの商品券、ジミー全店で使えるやつですね。チキンが買えますね、うん、これを1枚プレゼントって詳しい。そうそうそう。で、まあ、対象商品っていうのはまあ、ベーカリー全商品とパン類とかショートケーキありますよね、うんうん、あ、パン類とかショートケーキ類は除くの、ベーカリー全商品と、うん、あとスーパーお中元パンフレット、ギフトチラシ、プレミアムギフトチラシの搭載商品、掲載商品ですね、うん、を対象として、1万800円ごとに500円の、商品券がもらえるということですね。ただし空港店は除くってありますので、はい、空港店以外の全店で、はい、対象になってます。お中元キャンペーン、はい、7月16日から8月17日までのジミーのねキャンペーンです、うん、ぜひねご利用ください。はい、まあ、もうお中元シーズンだよね本当にね。うん、あちこち歩いてたらやっぱりエイサーの練習してるじゃん。あ、もうやってますね。やってる、家の近くで。はい、やって、もう血が騒ぎますね、あれね。何かな、最高ですよね、ワクワク感ですよね。ね、わかるわかる。エイサーやってた？自分はなんかチョンダラしかやったことないんです。チョンダラなんだ。そうなんですよ。レディースのチョンダラ、また見たことない私。はい、浴衣とか着たことないです。もう常にチョンダラ、小学校の時からやるならチョンダラでした。はい、お母さん泣いてました。自分で希望してやってるらしいからね。はい、希望して、はい、率先して。変わってるよね。はい、素敵。見たい。じゃあ笑いは大事でしょ。大事。大事。大事。はい、自分名字が吉本なんで、吉本地下なんで、はい、それをちょっと血を、はい。え、ゆみちゃんは？エイサーはないです。私出身が首里なので、エイサーがなかったわけ。 あれ首里ってエイサーないんですか。旗頭はあって、エイサーないんだよ。へえ、旗頭だけ。那覇は少ないよね、うん、エイサーって言えばやっぱ中部、沖縄市とかっていうイメージがね。那覇は道中ねとかそんなのもないんですよね、確か。はあ、うん、僕もうるま市だからね、エイサーはずっとあったから、中学校からやってたしね、うんうんうん、中学高校で大学も内地だったけど、お盆時期帰ってくるじゃん、うんうんうん、だから太鼓取っとけよって言ってで帰ってきて、エイサーやって、パーランクですか、帰ると、いや、古代鼓、うんうん、でそれやってもうずっと身に染みてるじゃん、踊りとか、うんうん、あれがで、内地の福岡のね大学で、うんうん、沖縄県人会っていうのを100名ぐらいいたから、うん、でそこでエイサーやろうってことになって、うんうん、で誰かいるねって言ったら、意外とずっとやってる人いなくてね、じゃあ僕が踊り教えるよってことで、はいはい、でテープとね、曲のテープと、うん、マガジンとかジャンプとかのこの漫画雑誌があるじゃん、はいはいはい、あれをガムテープで巻いて、うん、太鼓代わりにして、で木の枝でね、うんうん、棒の枯れして、うんうん、でこれで体育館で練習してたわけ、でやっぱこっちではね、衣装とか太鼓も使ってたから、うん、もうギリギリまで、この学園祭のね、大学の学園祭のギリギリまでそれで練習してて、うん、で衣装と太鼓とかはもう間に合うように送ってもらって、うんうん、でみんなでこれ着て、うん、で道十年からやって、うん、もう祭りで披露しますよってことで回って、うん、そしたらもう大盛況で、そうだよね、あれはね本当にもうみんな踊りも完璧でさ、うん、練習のね
れがもう出て本当に、盛り上がって、で守礼の門まで作ったんだよ、缶からすごい守礼の門も作って、みんなあの100名もいるから、この班は守礼の門作ろうねとか、この班はソーキそば作ろうねとか、サータンダギあげる人とか、いろんな班に分かれて、あとは、内地の人も十数名ぐらいいたんだけど、その人たちは音響班とかね、カメラ撮影ビデオの記録班みたいな形で、やって、で全体で100名ぐらいだったかな。でもすごい、あんなに、そしたら近くのね、遊園地があるわけ、その園長先生がたまたま見に来てて、すごいってもう興奮して、うちの園で踊ってくれないってなって、で一生お太鼓返す日取りをちょっとずらして、でどうせだったら青森の宣伝もしようかってことで福岡にある青森の事務所があって、でそこに掛け合って、そしたら青森ね、宣伝してくれるんだったらってこと で、で売り上げのナンパもらえたりとかで提供してくれたりして、でいろんななんやかんやで売り上げ、サーターアンダギーとかこの、ソーキそばも売るじゃん、ルートビアとかもいろいろ売って、その売り上げが全部で60万以上あったわけ。これは2回の打ち上げで、全部そうですよね、そうですよね、結構飲みますもんね。で帰りのね、太鼓とか送る送料だけを残してね、2回の打ち上げでね、あっという間にぶっ飛んじゃったね。そのくらいもそんなもんですよ、楽しかった。でも結構な人数ですね、でも、最近なんかエイサー見てたら人数少ないですもんね、昔に比べると。なんか少なくなって、そんな感じがする。やっぱり少子化の影響もあるし、そういうのかなり出てきてるよ、いろんな地域で。寂しいですね。でもね、沖縄の風物詩だからね、夏のお盆の、お盆夏、全島エイサー祭りとかさ、すごい盛り上がるもんね。ビアフェスタ、ビアフェスタとね、ライブとね、沖縄祭りがいっぱいあるからいいよね。そうですね、楽しいね、1年通してね、毎週末祭りがあるじゃん。先週のね、シーポートチャタンカーニバルと手だこ祭りと、あと女祭り、女祭り、この3つが重なってたんだけど、この間もね、そういう祭りの話してるときにやっぱりこう重なってた方がいいわけよ、一曲集中しなくて、分散するから、ただでさえ大渋滞するのにさ、だからあえてね、この北と南とかさ、同じ日に分けて、やった方がいいんだよね。だから先週もちょうどいい感じだったんじゃないかな、チャタンとかも。そうですね、いいでしょ、このライブ感、ヘリコプター、ね、おかえりっていう感じで、おかえりさっきからね、もう、ね、何機も飛んでますけど、めっちゃ近いじゃん、今日近いね、近いね、こんな感じで、お送りしてます。多分、見てる点々カメラはもう、私が映してないから、分かんないかもしれないけど、音だけは映ってるかな、音はしっかり拾ってる、しっかり拾ってると思います。そうよね、いいですね、こんだけ大きい音だね。気持ちいい。最近はあれですか、由美さんの活動としては、はい、どんな感じですか。最近はですね、私6月にディスカバーメイクプロスクールっていうのを開校しまして、一応学長なんです。かっこいい、かっこいい。もうなんかもう口が曲がりそうなんですけど。いやいや、学長、自分でも学長って言って恥ずかしくて、でもこう、ね、そのうちも定着してくるから、ね。そう、今でも少人数で始めたくて、一人で教える、でもメイクを中心なんですけれども、でも私ビューティーケアリストって名乗ってて、はい、メイクアップアーティストって名乗ってないんですよ。仕事的にはメイクの仕事なんだけれども、アートの
うん、私がやるのはアートのメイクじゃなくて本当に心を元気にするとか、うん、あそっか前回も言ってましたね、自分に自信をこう持てるようになるとか、うん、そういう、うんまあ、内面含めての外観もトータルの美をサポートするのがビューティーケアリストだと思ってるので、うん、ってなるとあのメイクだけじゃダメなんですよね、うん、でメイクの技術はもちろん、うんまあ、ほぼほぼ完璧、うん、臨機応変にできる人、うん、そして心に寄り添える人、うん、あこれ大事ね、うん、大事だねこれね、でこうファッションもこうアドバイスできたり、うん、ヘアアレンジもちゃんとできたりとか、うん、あと立ち振る舞い人前に出た時の、うんこうグラスの持ち方だったりね、会釈の仕方だったりこう立ち振る舞い、そういうのもやっぱり品格も大事だなっていうのが、そういうのも教えてるってことですか。そうなんです。これ自分入った方がいいかな。入った方がいいかなって思います。はい、OK です。でメイクは私が教えます。はい、なんだけど、うん、ファッション、カラー、うん、心理学、うん、ヘアアレンジ、あ心理学も入る、うん、そうこの5つはもう現在も第一線で活躍している講師の先生をお招きしてメイクとは違う時間をこう、うんうんうん、レッスンの中に入れていってっていう感じで、うん、もう本当にトータルで美を学ぶ、うん、こうスクールを今やってるんですよね。あすごいいいですね。そうだよね、美ってもう見た目の美だけじゃないもんね、うん、確かに、うんうん、いろんなだからなんていうかな、もう極端に言えばね、うん、顔はそんなに美人じゃなくても、うん、言葉遣いとか、うん、この接続が綺麗であれば、うん、美しいもんね、にじみ出るものがなんかありますからね、そういう人ってもう雰囲気じゃないですか、うん、もう本当ににじみ出る、うん、その人がにじみ出る、だからまずは自分を受け入れるっていう、うんまあ、自分でいい、うん、自分のこの在り方でいいっていうことを認めることから今、うんスクールの生徒さんはスタートしてもらってて、あと自分を受け入れることができたら器が広がるから、そうするとこれから出会っていくクライアントさんとかね、お客様もちゃんとこう包んであげれる人になるし、ほんで言葉もお勉強するので、こうその人にこういう言葉をかけてあげると背中を押せるなっていう、ね、この感覚で、知識じゃなくて感覚で、あすごいな、接せれる人を育てたいなと思って、うん、でも確かに自分受け入れるって本当大事ですよね。そう、うん、自分を大事にできてないと人も大事にできないって言うけど、これ本当だなって思いますもん、なんか、確かにあこれでいいんだって思えること、うんうんうん、あなんかまだまだとかもっともっととか、うんうん、なんかそうなりがちじゃない、まだ自分なんてとか、うん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 、もっとこうなってからとか、うんうんうん、そういうふうにみんな思いがちだけど、そうなんですよね、今の時点で今が最高だよっていう感じ、うんうん、のことが分かれば、なんかどん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 もっといろいろね、あの輪も広がっていくし、人にかけてあげられる言葉が増えてくる、うん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 、そうですよね、あのね、あの、うん、由美さんのフェイスブックね、やっぱり、うん、たまに見てると、うんうん、本当に素敵なね、しっていうか、うん、まあ、実体験から来てるこのそういう言葉だと思うけど、うん、ものすごいこの腑に落ちるわけよね、うん、落ち着くこの文章でさ、うん、この語りかけるようなこの内容なんだけど、はい、あもう前ね、出演いただいた時に、うん、まあそういうおばあちゃんからとか ね受け継いだものとか、ね、そういったものがあるって言ったけど、やっぱそういうなんていうかな、もう家庭での教育とか、そのおばあちゃんの影響とか、そういったのも結構やっぱり出てくるんだろうね、出てくる個性が画としてね、多分そう、私もし5歳までおじいとおばに育てられなかったら、うん、今の私じゃないと思うんですよ。あの時父と母は19と20歳だったので、うんうん、19と20歳に育てられた私と、うんうんうん、現実は、うん、おじいとおばに大宜味村で育てられた私と、うん、絶対に変わってただろうなっていう、うん、今の私は多分若い
父ちゃん母ちゃんに育てられると今の私はいなかったかも、うんうんうん、感性がなんかおばあなわけ、うんうん、おばあみたいって言われるんですよ。いや、いいじゃない、いい、癒されますよねいいことですよ。だからあ、おばあかみたいな、いや、褒め言葉だと思うよ、うんうん、ね、うん、そういう風に落ち着くっていうことだよ ね、はい、うん、ねだと思います。喋り方も本当になんか優しいし、うん、なんか、うん、おじいおばあって普通に言ってるこのおじいおばあっていうこの言葉もなんか自分泣きそうになりましたゆうみさんが言うと温かいんですよ、なんか言葉が、うん、やっぱ何か持ってますよ。そうなんだね、うん、そっか、癒されますね。ありがとうございます。大宜味村で、うん、あの自然の中走り回ってたんだね、うん、そうなんですよ。大宜味村の木城下っていう木城下で、ね、そう、芭蕉布で有名な、ね、うん、部落なんですけどね、うん、本当に大宜味村か。そうそう、田んぼがいっぱいで、はいはいはい、今は送られるかっていう、紫の花がね4月から5月にかけて満開になるので、田んぼ一色もあの部落の中心の田んぼが全部紫になるわけ。すごい、今の時期ですか、うん、4月5月、あ、4月5月か、うんうん、そういうところでね、田んぼのあぜ道で闘魚って言ったんですよ昔。わかります、闘魚って